ンプジャブ、ダブルジャブ、ダブルジャブ。なんか飛ばすときは、そういうさ、そう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 、そういうの方向転換。もう一回ダブルジャブ。ああ、はい、突っ込んでくるから、そう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 。で、いけますよ。その位置やったら。はい。ちゃんと飛ばす感じで、後ろ下がる、後ろ下がる。で、足をこうして、そうそうそう。でもこの、もう一回こう迫ってくるじゃないですか。で、前にフックを出すっていうよりは、前にこのフック、前に足出してフックです。前にこうやって、こうやってやるよりも怖いじゃないですか、近づくと。なんで、横に足を出しながら、そう、その時に足をつくと同時にフックみたいな。足をつくと同時ってやると、僕いなされるんです。例えば、この、僕が、パンチ出してですね、こう突っ込んでくるんですか、こうやって。これを例えば横に出して、こうやって動くだけで僕、いなされるので、それに、だってこの体の動きだけでもこんだけいなされるので、手が入ってたらもっと怖いんで、そうです。もうちょっと手は別にそんな力入れないんで、お前下げ取ってもいいですよ。下げ取ってもいいけど、お前横に出して、その時に手も一緒に出してください。そうです。こう突っ込んでくれて、横にバーンって、こんな感じです。で、やった方が、すごい回しやすいです。はい。殴ったその勢いで。で、ガードちょっと上げてもらって、ダブルジャブ、ダブルジャブ、はい、来る時にポーンってやると、そうです。楽です。あとはその当てたら体のこう体重を乗せるだけ、はい、あんまり倒さなくてもいいですよ、はい、本当ならターンターンターンバンジャーです。そうそうそう、いいですよ。最初下がってもらって下がってもらって下がってもらってバーンドン。そうそう、倒す倒す、こうちょっと後ろ後ろにもただ流れて任せたから、はい、打った打った勢いで、そう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 、ターンターンで横に打った勢いで、そう、ああ、やばいやばい、今で、はい、でも流した勢いで、そう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 、流れに身を任せるだけ、そうそうそう、はい、なるようになるみたいな、で、ダブルダブル流してその勢いで、そうそう、あとはもうこんなに回さなくていいけど、もうちょっと軽くしてた、そうそう。でダブルジャブで、ダブルジャブで、足と同時、また足と同時。だ足がついたら打つっていうのを多分意識すると、楽だし強いようになってる。はい、で最初、ダブル、ダブル、横に出した、って感じだと。まあ、負けですね。はい、それやと。ただ、前にフックもいいんだけど、前に来る相手に対しては、証明書ってないから、なんで、いなした方がいいから、真横に入れるついでになる。で、そこからポジション変わってくるんで、はい、わかんないんで、そうっす。なんで、下がりながら、下がりながら、真横に出して、そうそうそう。そういう。そうっす。いろいろパターンとしては、ちょっと作っていただいて、ダブルジャブ、ダブルジャブ、引っ掛けて、ストレートかわされても、またさっきのタッキングで、ストレートもあるし、パターンとしてはいろいろあるんです。このダブルジャブ打って、ダブルジャブ打って、いなして、そう、いや、あるちょっと同時ですね、はい。ダブルジャブ、ダブルジャブ、いなして、ストレートかわされて、そこからフックで、さらに、引っ取ってこの横から打つのもあるんです。ストレートをこの辺に見てください。ストレートを打って、そこから、さらに、前を進んだみたいに、はいはい、この腕の上を通す感じで、下から上に打っちゃいます。そうそうそう。そこから下に打って、そう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 、ちょっと下に空振り、そうじゃないですか、こういう感じで上げてくるんだ、そこから上げてくる、こういう下から、そうじゃないですか、そうそう、こう下に打ってこういう、そうやな、こういう感じ、ああ、今で打った、はい、そんな感じを、そうなんです、ダブルジャブで打つ、打つ、いなすっていうこと、はい、ダブルジャブ、ダブルジャブ。いなすときに動詞、動詞、ダブル、ダブル、いなして、これを、あ、めっちゃ好きです。なんかとりあえずかわされても、そういうのあるよ。流れちゃったときは、ダッキングでいいし、流れずに体が残ったときは、返したほうがいい。体勢を戻すついてもいい。そういうことです。そう、こう無理やり戻すよりは、手を打ちながら回したほうが安全なんで。そうそうそう。なんで、下がりながら手を打って、引っ掛けて、ストレートを引っ掛けちゃうと、はい、それはそれでいいじゃないですか。別に外れるでしょ。はい。はい、逆の、この考えで、バーン行って、シュッバーンと、元々に戻ったんですよ。はい。体勢も。はい、こんな感じで、ちょっとリラックスしちゃう。じゃあ、はい。バーン、はい。シュッ。そうです、そうです。あとはこれを強く打てば打つほど、速
返しが、おだけが切れるんで、空振りと思ってももう思いっきり、振っちゃう感じで、はい、なんで、バーン、バーンで、じゃあ、シュッとの方が、その方が強く、力も強くなるんですね。そうです。もうもともとこう止めようと思うと、その力がちゃんと伝わらないんで、ちゃんと空振りってやると腹も入るんで、そこから返しで、はい、受けるんで、じゃあ出す。はい、ダブジャン、ダブジャン。で、足、ダーンで、シュッ。強い強い自分でも言ってくれる威力が、はい、ぐらい出る